オーディオ機器の相性についてプリアンプとパワーアンプの組み合わせ編、今回は後編をお送りいたします。まず全体のサマリーで前編の振り返りですが、1、当チャンネルが推奨するプリとパワーの組み合わせ、2、なぜ相性が生じるのかについて説明いたしました。今回は後編として3、偶然できたナイスな組み合わせ、4、調子に乗って失敗、5、比較視聴実験空気録音についてお話しいたします。なお今回アナログ版再生のイコライザーアンプについては対象外としております。次のページ、偶然できたナイスな組み合わせ、こちらは過去動画になるんですが、 NFJ 大特集と書いてありますが、中国製小型デジタルアンプのデュアル駆動ベルデンのイヤホンジャック接続ケーブルプロケーブル製、このデジタルアンプとベルデンの接続ケーブル、この組み合わせを過去動画で推奨したんですが、実際にそれを試していたところですね、現在我が家にある機器の中で、唯一外部クロックが使える SRC サンプリングレートコンバーターですね、これのヘッドホン出力っていうので出してみたらどうなるんだろうと、それを試してみたということなんですが、その意図としまして、今話題のゼロリンク方式に近いかもというふうなことがありまして、外部クロックが音にいい影響を与えるのではないかというふうに考えた次第です。下に書いてありますが、ゼロリンクはDAC側のクロックをマスターにして送り出しを同期させる方法。要はですね、送り出しの機器とそれからDAC側のクロックを同期させると非常に音が良くなるよという話なので、以前はそういう構成も試してみたことはあるんですが、そういう今 DAC で外部クロックが使える機器っていうのをもう今持っていないので、とりあえずサンプリングレートコンバータの中に DAC も内蔵されていますので、これはもともとおまけの機能と承知していたんですが、もしかしたらこれ一つの機材の中で DAC が同期できるんではないかというふうに考えまして、これをやってみたんですが、これ後々分かったんですが、この機材ではその動機については実現できていなかったということなので、いろいろ考える中で偶然こういう組み合わせをやってみたといういきさつであります。次のページ、使用したのはこちら、こちらのですね、ベリンガーの SRC2496 ウルトラマッチプロっていう、これは結構昔に発売されたもので、よく知っている方も多いと思うんですが、旭化成の AK4393 という、今となってはかなり古いDACチップなんですが、それを搭載しておりまして、下に書いてありますが、15年以上使っている古いサンプリングレートコンバーターで、本来これはオーディオ機器というわけではなくて、スタジオなど音楽制作用の機材で、旭化成のDACチップを、おまけとして搭載していると。後継機がなく、今も現在価格を調べてみますと、サウンドハウスさんで税込み 23,980円と、非常に安価であると、一時は1万円台で買える機器だよねっていうふうにオーディオマニアの中では有名だったのですが、基本的には普段これデジタルのセレクターとして使っているという機材でありまして、こちらにそういえばDAC積んであるねということを思い出して、なおかつヘッドホンジャックがあるねということで、じゃあヘッドホンジャックと接続するケーブルを、以前の過去動画で推奨しましたので、試してみようじゃないかということでやってみたという次第です。次のページ、そのシステム構成なんですが、上流およびスピーカーについては概要欄をご覧いただくとして、先ほどご紹介しましたサンプリングレートコンバーターとベルデンのケーブルで FX オーディオのですねデジタルアンプ、これにつなぐという組み合わせです。この構成ですと、前編で解説しました1位から3位の組み合わせというふうにはならないのですが、そもそもDAC内蔵のヘッドホンアンプをプリアンプとして使用して、半導体プリプラスデジタルアンプという組み合わせなんですが、異種混合という点では共通しているのではないかという組み合わせです。次のページ、その結果なんですが、一聴してもう最初のファーストインプレッションで、古いDAC であるので高級感っていう音の印象はないんですが、非常にまとまりがあってですね、何よりも聞いていて楽しいという印象がありました。
まあ、これいいかなっていうそういう印象ですね。まあ、この音楽しいな、ずっとなんか聞いていたいな、まあ、次から次へと手持ちの音源を聞いてみるというような結果になりました。やはり異種組み合わせっていうのは有効なのかなっていうふうにその時は思いました。次のページ、調子に乗って失敗。まあこれ結果が良かったのでさらに音を良くしていこうというふうに思いまして、では真空管プリアンプを間に挟めばさらに魅力的な音になるんではないかというふうに考えまして、実際こちらの写真にあります私の自作のプリアンプ、これを接続したんですが、まあやってみたけれども思ったほどの変化がない、まあ反面音の鮮度が低下しているというふうな印象を持ちました。まあこれ反省点としまして、デジタルアンプにもプリアンプ回路が入っていまして、さすがにこの構成ですとプリアンプの3段重ねとなるということでちょっと無謀だったかなと。まあハイエンドなど高性能のプリアンプですと、まあ、2段重ねとか3段重ねを実際にやっているマニアの方も珍しくはないんですが、このクオリティの機材ですと3段重ねですと音の鮮度の低下、これがちょっと気になってくるという結果に終わったというわけです。次のページ、今回の結論としまして、一般的な接続で後日チャレンジしてみようと、まあ失敗だったのでまたやり方を変えて後日再チャレンジというのが結論です。ベリンガーのダックから一般的な接続のプリアウト出力を使う、まあ普通にこれダックですのでヘッドホン出力を使うのではなくてプリアウト出力を使うというふうに変えてみようということです。ダックのプリアウトからアテネーター経由でラインアンプを通してその後にパワーアンプと、まあ、今回パワーアンプと言いましてもプリメインアンプのデジタルアンプを代用させるわけなんですけれども、まあ、これがまあ普通の接続の方法ではないかと思いますので、まあ、それで後日もう一回再チャレンジをしてみようというふうな結論に至りました。結果については後日またご報告したいと思います。次のページ、では今回試しました真空管プリアンプを通した場合と通さない場合の比較した視聴実験を空気録音していますので、まあ、そちらを聞いていただきたいんですが、あらかじめこちらの測定図を見ていただきたいんですが、青い線がですね真空管プリアンプを通さない波形、赤色の線が真空管プリありの波形です。それぞれ全体を通したですねピークの波形で比べてみたんですが、こうやって測定図で見ましても明らかに音の違いは出ているという結果になっています。まあ、ただですねこのぐらいの違いになりますと実際に聞きますとある程度違いがわかるんですが、編集段階で聞き比べてみたんですが、まあ、実際には私の再生環境といいますか、まあ、ヘッドホンがしょぼいのかあまり違いはわからなかったということで、これからその空気録音を聞いていただきたいんですが、まあこれをさらに YouTube でアップしますと音が圧縮されますので、その違いが出てくるのか聞き分けられるのかという点につきましては、まあかなりですねレベルの高いヘッドホンとかシステムをお持ちの方ならもしかしたら聞き分けできるのかもしれませんが、まあ私の環境ではできなかったということなんですが、まあ皆さんどうお感じになるか実際に聞いていただきたいというふうに思います。それではどうぞ。